はい、えー、こんにちは、レトスの大野です。本日は早速、えー、3問に入っていきます。それでは問い1位です。建物所有者 A と借家人 B の間の借家契約後、A が当該建物を C に売却した場合、建物の引き渡しを受けて建物で居住している B は、C に対して賃借権を主張できる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。 答えはこれ丸ですね。まず問題文の状況なんですけども、建物所有者 A が B に建物を貸します。まあ、賃借する。まあ、賃貸するでもいいですね。B から見たら建物を借りる側なんで賃借。まあ、A から見たら貸す側なんで賃貸。まあ、これはどちらでもいいです。賃貸でも賃借でもどちらでもいいです。で、えー、賃貸をして、また賃借を受けて、その後 A さんは建物を売却してます。こういった状況なんですね。 で、建物賃貸借における賃借権の対抗要件。つまり、B の対抗要件っていうのは、賃借権の登記、または建物の引き渡しなんですね。で今回の問題でいうと、借家人 B は建物の引き渡しを受けていますね。なので、B さんは対抗要件を備えているから、その後、A さんが C さんに売却したとしても、C さんに対して賃借権を対抗することができます。 つまり B は C に対して賃借権を対抗することができるから丸だということになりますでこの対抗できるってどういうことかはちゃんと理解しておきましょう短期講座ではこれがどういった意味なのかもお伝えしています、まあ、こういった、ね、基本事項の理解っていうのは合格への第一歩なのでちゃんと理解しておきましょうまた合格するにはまだね2歩3歩とまだまだやることがたくさんありますのでまずは第一歩対抗できるってどういった意味なのか まずはこれを理解しましょう。で続いて問い2ですね。公県知事免許の A 社について破産手続き開始の決定があったとき、A 社の免許は当然にその効力を失うため、A 社の破産管罪人 F はその旨を公県知事に届け出る必要はない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。 発建業者について破産手続き開始の決定があったときは、その旨の届け出があったときに免許が失効するんですね。届け出があったときに免許の効力が失われます。なので、今回の問題っていうのは、当然に効力を失うとなっているので、誤りなんですね。あくまで届出をして初めて効力を失うんですよ。で、この届出しなければいけない人は誰かっていうと、これは問題文の通り、破産管財人です。 破産管罪人が破産手続き開始決定の日から30日以内に破産した旨の届出をします。これもちろん免許権者ですよ。免許権者に対して届出をするので、この点も併せて覚えておきましょう。で、今回え、理解すべき部分があるんですね。これ何かっていうと、なぜえ届出があったときに免許の効力が失われるのか、当然に効力失わないのか、ここをちゃんと理解しておいた方がいいです。 理解をしておけば、あ、届け出があった時に免許は失効するんだな。あ、この場合は当然に効力を失うんだな。これが理解できていたら、ちゃんと答え導けますので。だから理解が必要なんですね。で、理解すべき内容については、短期集中実力アップ講座で解説いたします。これを知っていると、効力の失効時期について混乱することはなくなるはずです。理解をして、どんな問題が出てきても、確実に合格点を取れるようにしましょう。 それでは問3ではす。宅建業者 A が自ら所有する市街化区域内の5000平米の土地について、宅建業者 B に売却する契約を締結した場合、B が契約締結日から起算して、2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A および B は6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる場合がある、○か×かという問題です。 まずこの問題文のこの6月っていう部分ですね。ね問題、試験の問題では6ヶ月のかっていうのは記載しないんですよ。6月って書いて6ヶ月っていう意味なんで、まあ、この点注意してください。でまあ、今回の問題でいうと、これ×ですね。まず市街化区域内の話なので2000平米以上の土地の売買が対象です。で今回の問題は5000平米ってなっているので、まあ、事後届では必要なんですね。 で、事後届けが必要な人って誰かっていうと、権利を取得する側なので、飼い主だけなんですよ。え、今回の問題見ると、これ、A および B って書いてあるんですね、ここ。A っていうのは売り主ですよね。売り主は別に事後届けで行う必要はありません。で、一方、B さんっていうのは権利取得者だから、2週間以内に事後届けで行う必要があるんですね。でもし B さんが事後届けで行わなかった場合は、B さんのみ、 6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処せられるのであって A さんは別に義務はありません事後届で行う義務はありませんので罰則も受けませんなのでこの A が誤りなんですね A を除けばあとは正しい記述になりますまあこういったね細かい部分かもしれないんですけどもこういった引っ掛け問題え、達試験好きなのでちゃんと問題文を読んで確実に得点できるようにしておきましょう今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした